お願いいたします。お席に座れる方お早くお願いいたします。お願いいたします。はい、この度法務大臣に就任いたしました平岡秀夫でございます。どうかよろしくお願いいたします。法務省はご案内のとおり法秩序の維持と、国民の権利利益の擁護を任務としておりまして、国民が安心して生活することができるよう社会の法的基盤を整えることがその大きな役割であると思っております。ある意味では大変地味な役所であろうかと思いますけれども、なくてはならない重要な役割を担っている役所であるというふうに思います。私としてはそうした状況の中で法の持つ厳格さといったものだけではなくて、国民の常識とかあるいは感覚といったようなものを忘れず、さらに社会の絆あるいはお互いの思いやりというようなことを大事に考えて法務行政に当たっていきたいと考えています。先ほど野田総理から6点の重要課題についてご指示を受けました。その内容は第一に国民にとって身近な司法を目指す司法制度改革の推進、第二は検察改革、取り調べの可視化など新たな刑事司法制度の構築、第三点は新たな人権救済機関の設置、第四点はハーグ条約加盟に向けた検討、第五点は平成16年改正法でありますところの行政事件訴訟法についての検討、第6は企業統治の在り方や金融商品取引法を踏まえた会社法制の整備についての検討といったようなものであります。いずれにとってもですね、いずれについても政府あるいは法務省にとって重要な課題でありまして、関係大臣等とも協議をしながら取り組んでまいりたいとこのように思っております。総理からご指示があった案件以外にも、法務省においては取り組まなければならない課題が数多くあるものと思いますけれども、これまでの法務省、政務三役の取り組みを踏まえながら、着実に実現、実行していく所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。大臣からご指示ください。はい、すみません、産経新聞内藤と申します。はい、商船学校無償化適用の審査再開指示についてなんですが、この指示について指示されるかどうか、あともう一つは、永久戦犯を戦争犯罪人でないとした総理の見解、大臣はホームページの中でも見解を示されているようですが、この点についてどうお考えでいらっしゃいますか。あとは小沢代表の処分について、これは見直すべきかどうか、ご見解をお聞かせください。最初にちょっといずれもちょっと所感的なものではないということで、ある意味では個人的な見解にもなるかもしれませんけれども、高校無償化の問題について言えばですね、基本的にはこれは教育あるいは子育てといったものを基本にして考えている話であって、私としては今回の総理の指示ということについてはそれを指示したいというふうに思います。永久戦犯に関する一連の、野田総理に関する話でありますけれども、これについてはですね、私自身は、今回の問題となっている件については法的な位置づけを明確にするということを求めた質問収集書であり、それに対する政府の見解が示された、それをその政府の見解を、政府の一員として支持していくという野田総理の説明そのものにはですね、それはそれで正しいというふうに思いますけれども、ただこの永久戦犯問題について言えば、そうした法律論だけじゃなくてですね、やっぱり政治的な責任の問題というのもあるんだろうというふうに思います。ただ国民一般的に言えばですね、これはある方々も言っておられましたけれども、今そういう問題をですね、ことさらに取り上げて、しまうということは、永久戦犯であった方々の、家族とか親族であるとか、そういう方々の気持ちを考えるときには、適当なことであるのかどうかというような議論もあるというふうに承知をしているところであります。小沢代表の問題についてはですね、新たな
出来事があれば、それに対して見直すといいますか、当然、新たな事態に対して考えるというのは、あって当然のことだというふうに思いますけれども、今の状況をもともと想定していたような状態の下でのですね、見直しということについては、これは普通の考え方としてはないんではないかというふうに思います。はい、大臣。はい、あ、すみません、はい、時事通信の高橋と申しますが、大臣は在任中にですね、死刑を執行するおつもりがあるのかどうかということと、それから死刑制度のあり方の見直し、そのことを進めるつもりがあるのかどうか、このことについてお伺いします。はい、実は死刑執行の問題についてはですね、私もこれまでいろいろ悩みながら考えてきた問題であります。私自身はですね、死刑廃止を推進する議員連盟というのに入っているわけではありませんけれども、かつての同僚議員からもですね、入るように勧められてきた経緯はあります。ただ私としてはですね、死刑制度の問題というのは非常に奥の深い問題であるので、一方的に考えていきたいということではなくて、幅広く考えていきたいということでそういう行動を取ってきたということであります。私が執行を、命令するのかということについて言えばですね、死刑のあり方に関する勉強会というのを、法務省の中でも立ち上げてやってきたという経緯があります。その中身をですね、よくまた勉強させていただいて、自分の考え方をまとめていきたいというふうに思っております。死刑制度を廃止するかどうかについては、先ほど説明した中にも一部入っていたというふうに思いますけれども、幅広くですね、私自身検討して勉強してまいりたいというふうに思っています。はい、中国新聞の荒木と申します。先ほど総理の指示の中にも出ていたと思うんですが、司法制度改革について大臣の現在の問題意識とですね、どういうふうに取り組んでいきたいかをお聞かせください。それと検察改革も重要な案件かとは思うんですが、大臣の今後課題としてですね、どのように取り組んでいかれるかお願いします。司法制度改革について言えばですね、やはり、法科大学院をはじめとして、放送関係者どうやって育成をしていくのかというところについて、必ずしも当初意図していたような状況ができていないということ、あるいは修習生に対するですね、支援というもののあり方についても今いろいろな論議があります。あくまでもですね、国民にとって身近な司法となるために、どのような放送化を育成していくのか、どういう形でですね、放送化を育てていくのかというような視点に立って考えていきたいというふうに思っています。検察改革についてはですね、もともと問題となった非常に、ある意味では閉鎖的な状況の中で行われてきた検察の捜査というようなものについてですね、もっとその開かれた、あるいは組織だったですね、対応ができるようなことを進めていかなければいけない。その中の大きな一つが取り調べの可視化といった問題であるというふうに認識をしています。じゃあ次で最後の質問させていただきます。じゃあその女性の方。お名前お願いします。被災地、はい、東日本大震災ではですね、被災地の復興についてまだ制限の不十分な点があるという指摘がありまし大臣は無駄中傷無駄不十分な点があるという指摘がありましたけれども、その点について副大臣どのようにお考えかということを伺いました。菅政権じゃなくて野田政権、質問式を的確に捉えているかどうか分かりませんけれども、菅政権の時代にですね、復旧・復興に向けて、基本方針というものも作られていて、これから第三次補正をしていくと
という問題があるわけであります。まあ、第一次、第二次補正の中で今やってきたことについては、それなりの成果を上げてきているというふうに思いますけれども、いよいよ本格的な復興をどうしていくかということについて取り組んでいかなければいけないというところでですね、野田政権の大きな私は役割といいますか、責任があるだろうというふうに思っています。まあ、そういう意味では野田政権、しっかりと、復興に向けての、いろんな作業をしっかりと野田総理のもとに、リーダーシップのもとにですね、進めていかなければいけない、このように考えています。以上をもちまして平岡大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。